選手審判員をご紹介します。高橋彩香選手、松友美咲選手、京都日本ユニシス。この試合の主審は鈴木秀明、サービスジャッジは木屋雅子です。女子ダブルス決勝を戦う選手をご紹介します。まずは日本ユニシス、高橋彩香選手、松友美咲選手。オリンピックゴールドメダリストペアとして研究される立場で厳しい戦いが多くなった今シーズンですが、徹底したレシーブから流れを引き寄せる自分たちのスタイルでワールドツアーランキング1位を獲得。今なお新しい強さ、進化を求め続けるトップダブルスです。タイプの違う2人が見事なコンビネーションで織りなす多彩で勝負強いアタックで混戦の女子ダブルスをさらにリードしていく戦いを繰り広げます。対します、岐阜トリッキーパンダース、福島由紀選手、廣田彩香選手。去年悲願の全日本総合初優勝を果たし、今や世界ランキング1位の座まで射止めた福島廣田ペア。攻守に力のあるショットを繰り出し、相手の攻撃にも決して押し負けない強さが光るこのペア。コースを厳しく突く配球から有利な体勢へと持ち込み、迫力ある連続スマッシュでゲームを制します。福廣の連覇か、高松2年ぶり6度目の栄冠か、どうぞ試合の行方にご注目ください。